がキラキラしてて風も気持ちいいな。ワンダフル。今日からここで3日間過ごすんだよね。楽しみだな。うん、いっぱい遊ぼうね。二人とも臨海学校で来てるんだからずっと遊んでもいられないよ。あ、そうだった。でも臨海学校って何するんだっけ？すっごく楽しいことをやるっていうのは覚えてるよ。班のみんなで出し物をするんだよね。うん、4人で1組になって何か一つ出し物を決めるの。それで臨海学校の間に練習して最終日に他の班のみんなと発表会をするんだよ。わ、楽しそう。それって出し物は何でもいいんだっけ？確かそうだったと思う。歌でも劇でも班のみんなができそうなことを話し合って決めていいんだよ。ますます楽しそう。ねえねえ、何やる？私はやっぱりキラキラってしてドドドババーンって感じがいいな。キラキラドドドババーン。なんだかすごそうな感じは伝わってきたよ。あれ？だけど4人で1組だよね。あと1人って。あの遅れてごめんなさい。大鳥さん、よろしくね。一緒の班になれて嬉しいな。あずさわさんだよね。はじめまして、望月ほなみです。天まさきです。よろしくね、こはねちゃん。望月さんと天まさん、よろしくお願いします。あの望月さんと天まさんのことはしほちゃんといちかちゃんから聞いてて、それで。そんなに緊張しなくて大丈夫だよ。私たちのことも気軽に名前で呼んでね。私も小羽ちゃんって呼んでいいかな？じゃあよろしくね、ほなみちゃん、さきちゃん、えむちゃん。でも、エムちゃんって小羽ちゃんのこと知ってたんだね。違うクラスなのにびっくりしちゃった。お、確かに。前から友達なの？知り合ったのはそんなに前じゃないんだ。話すようになったのも最近で。ふっふっふー。実は、小羽ちゃんとはフェニックスワンダーランドで知り合ったんだよ。そうなの？うん、私フェニックスワンダーランドが大好きでよく行くんだ。そこで M ちゃんたちのショーを見てすっごく好きになって。小羽ちゃんは私たちワンダーランズショータイムのショーを初演から見てくれてるんだよ。その名もファン1号ちゃん。すごいすごい。最初のファンの子が同じ学校なんて。ファン1号だなんて。でもそう言ってもらえて嬉しいな。お、ってことは小羽ちゃん、私のお兄ちゃんのことも知ってる？え、さきちゃんのお兄ちゃんって？私のお兄ちゃん、天馬司っていうの。 M ちゃんと一緒にワンダーステージでショーキャストをやってるんだよ。あ、そうなんだ。じゃあもしかしてさきちゃん、青柳くんのことも知ってる？青柳くんって、トウヤくんのこと？小さい頃からの知り合いだよ。そうだったんだ。司さんの話、青柳くんからよく聞くんだ。あ、ひな祭りパーティーの時に会った司
司さんを慕ってる人だよね。友達同士が知り合いだなんて、世間って狭いね。うんうん、知り合いと知り合いがお友達なんて、すっごい偶然。でも、どうしてトウヤくんと知り合いなの？カハネちゃん、学校も違うのに。実は私、青柳くんと同じチームで歌を歌ってるんだ。他にも2人一緒に歌ってる子がいて、その子たちと一緒に練習したりイベントに出たりしてるんだよ。トウヤくんと小羽ちゃんが一緒にイベントで歌ってるなんてすごいね。ちょっと恥ずかしいな。あ、もうそんな時間なんだ。着替えなきゃね。楽しみだな。ねえねえ、みんなで泳ぐの競争しよう。私は競争できるほど上手くないから。でもみんなと一緒に泳ぎたいな。さきちゃん、どうしたの？ごめんね、海で泳ぐのちょっと怖いなって。さきちゃん、中学の頃もプールの授業にあんまり出られてなかったんだよね。え、そうなの？うん、中学の時ちょこっとだけ入院してたから。だから海に入るのは怖いけど、私もみんなと泳げるようになりたい。さきちゃん大丈夫。さきちゃんも泳げるようになるよ。じゃあ私が教えるよ。一応スイミングスクールにも通ってたから、少しくらいなら教えられるだろうし。え、本当？ありがとう、ほなちゃん。どういたしまして。よかったら小羽ちゃんもどうかな？え、私もいいの？もちろん、一緒に頑張ろうね。みんな着替え終わったね。それじゃあ早速練習始めよっか。えへへ、泳ぐの楽しみだな。波が高くなった。ちょっと怖いかも。大丈夫？ビート板とか浮き輪があると泳ぐのが少しは怖くなくなると思うんだけど。うん、それなら私持ってきてるよ。みんなで遊べたらいいなって思って持ってきたんだ。ちょうど2つあるから1つ貸してあげる。ああ、ありがとう、Mちゃん。ダッシュで取ってくるから待ってて。浮き輪さんは確かリュックのこの辺に入れて。あ、あった！エムちゃーん！おえ？イエーイ！サマーバケーション！臨海学校楽しめてる？みんなで泳ごうとしてたところだよ。いいな、いいな、ミクも一緒に遊びたい。もちろん、休憩時間になったら一緒に遊ぼうよ。やったー、楽しみにしてるね、エムちゃん。うん、私もミクちゃんと遊べるの楽しみ。一緒にワンダフォーな臨海学校にしようね。この浮き輪さん使ってね。ああ、ありがとう、エムちゃん。よし、エムちゃんに浮き輪も貸してもらったし、頑張って泳がなくちゃ。じゃあみんな、そろそろ練習始めるよ。はーい。じゃあ、さきちゃん、
私の手を掴んで足を伸ばしてみて。こうかな。ほなちゃん、私できてる？うん、バッチリだよ。上手だね、さきちゃん。じゃあ今度はゆっくりバタ足してみて。小羽ちゃんも一緒にね。わかった。足をゆっくり動かしてこんな感じかな。私も、こうやって足を動かして。あ、できた。すごいすごい、ちゃんと泳げてる。すごいすごい、二人とも上手だよ。だいぶ慣れてきたね。この調子でいけば次に泳ぐときは私が手を引かなくても大丈夫じゃないかな。やったー、教えてくれてありがとね、ほなちゃん。 M ちゃんも浮き沸かしてくれてありがとう。どういたしまして。みんな、遊泳練習の時間が終わったらスイカ割りやるんだって。クラス対抗らしいよ。スイカ割り楽しそう。やったことないんだけど難しいのかな。うん、初めてでも楽しいと思うよ。気軽にやってみたらどうかな。うん、ありがとう。じゃあレッツゴー。これから楽しいことがたくさんありそうだな。